また親知らずを通ってその先から内陸の方ですね、岐阜県の方か、向かってきましょう。あー捕まった28万取られちゃった速度超過でこっから内陸側ですね。その先左方向です。山崎がある。あーそこも事務所あるんですね。左方向です、はい、高山方面ですね。向かってきましょう。ガソリンスタンドも寄りたいんだけどな。あ、ズンズンカーがいるです。こう左ですね、左方向、いけないかギリギリ取られなかった。あ、危ない。よいしょ、フラフラする。ちょっと待って、急ハンドル過ぎた。ずーっと下に、あー来る結構その車走ってますよね、やんちゃな車。左は、あ、ガソリンスタンドありますね。それ寄ってみましょうか。行ったことない場所みたいなんで。まもなく右方向です。ちょっとここ左寄り道ですね。おお、すごい曲がり方だな右方向です。曲がり方がすごいですね。まっすぐも行けるんですね。あ、セルフのガソリンスタンドがある。なんかすごい車が止まってんな。適切なルートが見つかりませんので、あ、 T ポイント対応してますね。右方向です。はい、これ出口はどうなってるの。元のルートを表示します。給油しちゃいましょう。はい、あんまり300リッターぐらいしか入んないんですね。意外と燃費がいいのかこのバス。あ、鯉のぼりが登ってんだなよく見たら鯉の、めちゃくちゃでかい鯉のぼりがあれですね。まあ、こっからも出れるのか。ちょっと狭いな。俵まんじゅう、美味しそう。で、ここは事務所なんですね。よし、じゃあこの道行ってみましょうか。よいしょ。ちょっとしたスリリングを味わいましょう。久々に行きますね。これ確か橋があるとこですよね。もしかしたらこのバスだと厳しいかもしれないけど、あ、でもなんかこう観光名所へ行く道っぽくないですか。ああ、木にぶつけそう。いい映えスポットありそうだな久々に行きますよねこの道。まずそこが厳しそうだな。これ木製の橋でしたっけ。前はなんか天気悪い時来たからあれだったけど、あ、でも広い広い、全然行けますね。おお、なんか秘境へ行くみたいな感じで楽しいのかでもこれぐらいの道だったら普通にバス入ってきますよね。それっぽい、それっぽい。観光地行くみたいな感じでいいな。いい景色ですね。あ、岐阜県入りましたね。あー、枝が剪定して怖い。
ああ、これやばいかも。はみ出たら終わりますね。よいしょ。あ、やっぱ大型バスこういうとこ走りたいですよね。ここ行けるかな。よいしょ。ゆっくり。脱輪したら終わる。よし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 。あ、いいですね、いいですね。いけるいける。あー、ここは伐採場なんでしたっけ？はいはいはい。バス、意外といけますね、今のところは。この先は厳しかった気がするけど。ここですよね、問題は。前、トレーダーで行ったとき引っかかった。あ、これ上もぶつかりそうだな。当たり判定ありますよね。高さがあるの、あ、大丈夫か。ここ厳しいかもしれない。あと、狭いんで、帰りもやばそうだけど、何回か切り返せばいけるか。風呂ここはこれは無理な気がするな。ちょっと右がぶつかってますよね。するな。とりあえず頭が入れば強引にはいける。これは無理かな。もう目いっぱいなんですよね。あんま強引に行くと動けなくなるからな。よしよし、ギリギリまでバックして、あ、それ当たり判定ない。バックいけると思うんですよね。オーバーハングがあるんで。ガイドさんに降りてもらって誘導してもらえばいけそう。オーバーハングあるからしろ、結構ギリギリまで攻められると思うんですよね。あ、だいぶまっすぐになったな。もういける。ここはここをきれいにまっすぐ行けば通れるはず。帰れないと思うけど、帰りの方がきつかったと思うんですよね。いけるいけるいける。一人称は無理だな、さすがにこれ。よし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 、行けましたね。行った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 。よし、行った。何回引っかかりそう。行きましたね。あー、よかった。だいぶ大変でしたけどね。ゆっくりゆっくり。行けるとこまで。いや、帰り、もっときつかったと思うんですよね。1枚取りたい。真ん中あたりでちょっと記念撮影したいですよね。
すごいすごい。ここら辺かな。うわ、待って待って待って。危ない。おー、絶景じゃないですか。これはいいな。ちょっとした観光名所ですね。そこを抜けるときも要注意ですよね。ゆっくりゆっくり。あー、そのトンネルが。頭すりそう。意外と幅は左右10センチぐらいはありそうですよね。そう、入るところがほんと狭いのと、あ、富山県また入るんだ。これ帰り、かなり厳しいな。この曲がり具合。すごい音。まあ、そこから行けばいいのか、まっすぐ。まあ、進んでいきましょうか。いけるこれ。あ、いけますね。あ、意外と余裕だな。このまま行きましょうか。ここは問題なく。バーッといけそうですね。で、この先また狭かったと思うんだよな。なんかすごい絶景が広がってた気がする。くねくね道ですね。いや、こっからほんと大変だったと思うんで。ちょっと待って。これお腹する。すごいな、この登り。おお、止まったら終わりそう。あー、止まる。すごいいいですね。一足粘り強い。よし、いけた。はい、いけましたね。ちょっとお腹すったけど、この車体はダメージ入んないのかな。さっきからちょこちょこぶつかってるけど、ダメージのあれ出てないですよね。あー、こんな感じでしたっけ。なるべく前に突っ込む感じですよね。なんか変なぶつ、あ、これ後ろ、あーやらしい木が、やらしい切り株が一本あった。ちょっと待って、やらしい切り株が一本ある。さっとこそれ厳しそうだな。見てなかった。いや、でもその左側もなかなか厳しいな。ミラーはぶつかってもいいのこれ。あ、ミラー判定ある。ミラー判定ありますね。あ、はまったかもこれ。右も吸ってんな。やばいかもこれ。ぴったしはまっちゃったかも。ちょっと待って、この視点で行こう。ここ通れないかもしれない。長いですね、こうして見ると。よくここまで来れたな。いや、これで左ぶつかっちゃうのか、厳しいな。
これぐらいいけってことか。そしてここで左に行って、あ、これでまっすぐ行けばいいんじゃないですか。直線になったんで、ここら辺がトレーラーと違うから、いけるかも。あ、いけますね。いけるいける。なるほど。あ、ちょっと寄せすぎた。よいしょ。なるほど。切り返し重要ですね。ちょっと待って。よし、抜けた。抜けてはないけど、その後輪が抜ければ曲げられますもんね。まだ切り株があるな。なかなかしんどいですね。よいしょ。またこう切り返しながら方向転換して直線で進むイメージですね。あー嫌な落ち方。何で引っかかってるか。あー、いけ、いった。帰れないでしょそれ。無理やり抜けましたね。